はい、本日も始まりました、モンキーフリップサルチャンネル。本日お届けさせていただくのは、モンキーフリップ本店店長、駐在こと、平野がお届けさせていただきます。よろしくお願いします。はい、で本日お届けさせていただく内容なんですけども、前回に引き続き、ギリシャのブランド、アグリーベル、こちらのモンキーフリップ本店で現在販売しているモデルを2本ご紹介させていただこうかなと思います。はい、では1本目がこちらタボですね。フレームのデザインは流行のボストンタイプになります。全体的にシンプルめなブラックカラーのフレームですね。ただ通常と異なるのはこのアグリーベル特有の生地加工ですね。こちらのタボはちょっと削り取られたかのような感じの加工が施されてますね。で左右でランダムに削られているので異なる印象になります。あとは削り取られた面とあとツヤのある面のコントラストが非常に面白い感じの一本になりますね。あとこちらは標準で偏光レンズが入っているのでどなしであればそのままお使いいただいてもいい一本になりますね。はい、ではこちらのタボをかけてみたいと思います。どうですかね、かけた感じなんですけども、非常にかけやすいサイズ感なので男女問わず誰でもかけれるおしゃれな一本ですね。あとはアグリーベルの生地加工が施されているので光の当たり具合でコントラストがチラチラと変わるのも魅力的な一本ですね。なので一見すると普通のサングラスに見えるんですけども、よく見てもらうとこの生地加工された面が独特な雰囲気を漂わせているので、ちょっと個性的な一本にもなりますね。こちらがタボになります。次にご紹介するのはこちらドライアキシアルですね。こちらも先ほどのタボと同様流行のボストンタイプのフレームデザインで、全体的にシンプルめな仕上がりになってますね。でこちらは最近流行のクリアのカラー、ちょっと黄色みがかったクリアカラーになるのでトレンド感もかなり抑えてますね。でフロント上部とあと左右の両テンプルにアグリーベルの生地加工がされていて、よく見てもらうとここに着色がされていて黄色っぽい着色になってますね。なのですごいゴージャスな仕上がりになってますね。はい、では実際にこちらのトライアキシアルをかけてみます。どうですかね、かけた感じなんですけども、先ほどのタボと同様非常にかけやすいサイズ感なので男女問わずかけれる一本かなと思います。あとはフレームのカラーも流行のクリアカラーになるので非常におしゃれな仕上がりになってますね。こちらはメガネとしてもいいんですけども、うっすらカラーレンズを入れて色付けのおしゃれなメガネとして使っていただいてもいいかなと思います。こちらがトライアキシャルになります。本日も前回に引き続きアグリーベルをご紹介させていただきました。まだ日本では取扱店がモンキーフリップ本店でしかないということなので、めちゃくちゃ貴重なモデルになります。なので気になる方は下記の概要欄の URL よりチェックしていただけますので、ぜひチェックしてみてください。あとよろしければチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。